続いてはツートライブの街角スクープです、はい、今日は夏休みの子どもたちにおすすめのスポットをご紹介します。迫力満点の世界の昆虫がたくさん出てきますよ。体験型のイベントと昆虫展が融合した施設、それがビートルワールドです。え？どこがビートルワールドなのこれの。何がパイレーツって書いてるし、海賊おって、横に赤鬼おって、ちっちゃい青鬼おって、カブトムシちょっとよ。え、あれこれだけよ。やったらもう海賊の肩に乗ってる鳥の方がでかいからな。スクートライブのマチカドスクープ。はい、ビートルワールドの館長さんですか。館長の塚本と申します。塚本さん、はい、このビートルワールドっていうのは、うん、そもそも何なんですか。世界中の、はい、まあ、あクワガタ株、はい、だいたい53種類そんないるんですか、はい、実際生きてる。そうなんですね、はい、でそこでもう見て触れて体感できるという、はい、触れられるんだ、多分これだけ触れる施設って日本の中でもそうないと思います、ね、ここだけ、はい、ちなみにあの入り口のとこにビートルワールドよりもでかくパイレーツって書いてある。海賊いたら多いんじゃないか、はい、あれは何の施設なんだろう。これはアトラクションエリアの方がそうなってるんです。ビートルワールドと別にそういうアトラクションエリアなんですね、はい、でそれにしてはなんかこう海賊バーッとあって、はい、鬼ドーンとあって、はい、カブトムシこんなんやつあって、いや言うなそれな。早速展示エリアへと向かいます。最初に出会った虫はカブトムシの王様、ヘラクレス・ヘラクレスオオカブトです。昆虫図鑑でずっと憧れてたやつよ。世界で一番大きいカブトムシですから、はい、それだけやっぱり人気はありますよね。泣いてる。今あのこの、顎の方でこうすらしてるって、ね、うん、ミシミシ言ってましたね、はい、こちらがパラワンです。大きさめちゃくちゃでかいよ。ちょっと置きましょうか。これいやー、おー、これ小学校の時やったらよかったけど、これ、かまれるな。いいですか、はい、昆虫は絶対ね、自分から挟まないんです。攻撃された時に、自分の身を守る時しか挟まない。だから、じっとしてたら絶対挟まないんです。そうなんですね。はい、ちょっとドキドキしますけどね。置き方が寿司職人。パラワン。はい、パラワン島っていう島が原産地。島が原産地。はい、はい、はい。ありがとうございます。大前やった。確かに、これ、腕もでかい。でもやっぱね、怖いのよ、ね、じっとしてたら絶対挟まないし、どう何の顔やねあれ、これ何怖かったですか。エイリアン怖かったです。いや、エイリアン怖かったです。これは何なんですか。ここはね、シジノトンネルと言いまして、はい、宇宙の世界なんです。ここから宇宙の世界に入る、はい、コンセプトがちょっとよくわからない。ちょっと不思議すぎますね。世界中の珍しいクワガタやカブトムシの展示に加えて、ビートルワールドでは昆虫の販売もしています。海外の虫は日本の虫よりも寿命が長く10ヶ月ほど生きるそうです。怖いな。そう、買う人はもう言ったら10ヶ月命だと思って買うってことですよね。基本的にそうですね。貴重なものやね、これ。ただ昆虫の場合には例えばこう、はい、あの業界ではですね、死ぬことを死ぬと言わずに落ちると申します。落ちる昆虫たちというのは、うん、例えば落ちたとしてもそれをまたね標本とかにできます。なるほど。続いてやってきたのは恋愛広場。ここでは展示している貴重な昆虫を手に乗せて写真を撮ることができます。ということでツートライブもでかいでかいでかい。これ持つんですかみんな。写真を持って、うん、ちょっと撮ってください写真、はい、うわ間近で見たらすごいな。ちょっとこのこれいいですか、はいはい、革靴ビッカビカの革靴ぐらいになってる。何すかこの。これはアフリカのカランドゥースエナメルみたいなツイツイしてる。お前エナメルや。野球部の子がこんなカバンさげてますもん。いやいや何で例えてんだよお前。噛まれたことないですか。いや、ありますよ、そりゃ、うん、血に出たこととか、うん、あります、あります。それはでも塚本さんの快感やから。もうこれタランドゥスって言うんですけど、うん、これなんか挟まれたらめっちゃ痛いですよ。だってちっちゃいですもんね、これ。うわー、めっちゃ力ありますから。それが気持ちいいですよね、うん、なんで快感何やりたいですか、これなぜこういうふうにしたんですか。一人乗りつく。もともと私どもはあの、はい、イベント会社でございまして、で全国の遊園地や、はい、あの百貨店さんとかですね、そういうところであの昆虫展とかいう形を取らせてもらってたんですが、喜びますもん ね、はい、出張して行ってやってた、はい、ところがこのコロナ で、はい、でもう行くところが全部キャンセルで、なくなってしまったんですから、逆に、行くとこがないんだったら来ていただこうと。その点か。
さらにこの施設には牛を使った大人気イベントがあるそうなんです。それが昆虫大相撲大会です。昆虫大相撲、これは盛り上がるぞ。みんなこれ見たことないかも。日本でも随一のでかい強者ぞろいじゃないですか。基本的にビートガードの昆虫大相撲は横綱同士が戦っている。昆虫大相撲は午前と午後1回ずつ行われる大人気イベントで、虫を戦国武将に見立てて勝ち抜き戦で雌雄を決します。私ども戦国昆虫大相撲という形で回ってま ますので、別名がついております。はい、赤い背中の二刀流、背赤二股クワガタ、別名は秀吉です。ああ、猿。はい、強いんじゃない。対しまして、はい、ボルネオの黒い悪魔と言われてますけどね、マンディ・ブライス二股クワガタ。はい、これは、政宗です。政宗。北政宗。はい。これ政宗っていうのは伊達政宗ですか？そうですね。伊達政宗ですね。伊達政宗の政宗って、政治のせいに、宗じゃなかったでしょ？言うね。今、俺らもちょっと薄々気づいた。はい。これ、菊政宗とかの、お酒の方が。お酒の方がいいけど、言うしこなっぽいですね。それから二階線がですね。もう長さに認めてないな。昆虫大相撲は2回戦のトーナメント制ですが、今回は2トライブ特別ルール。秀吉、政宗、幸村、信玄の中からこれはというクワガタを選び、2人の名誉をかけて激突します。せーの見ようか。はい、せーの、政宗。もうええわ、もう気になりますね。政宗ね、政宗にしか分からなくなっちゃう。この昆虫大相撲で絶対それが勝つというのは絶対ないです。やってみないと本当わからない。じゃあその時のこいつのこの子らの機嫌とか空気感とかテンションとか毎回違います。ほんなら僕ちょっとめっちゃ動いてるんで、信玄、信玄な、信玄は動かないんじゃないですか。ルールの方、これはもう日本の将棋と全く一緒です。相手が背中をついたら、土俵から出されたら負けと言います。なるほどね、はいはい。さらになかなか決着がつかない場合は、館長、スタッフ、お客さんの3人のジャッジで勝利が決まります。それでは周平魂が選んだマンディ・ブラリス二股クワガタ政宗と貴教のパラマン大平田クワガタ信玄の一戦が幕を開けます。残った、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 変化がありますね。はい、一瞬で言おうじゃん。はい、パラワンの勝ちです。新年の優勝、ありがとうございます。一戦で優勝、一瞬なんや。これ全試合みたいぐらい面白い。ね、最初からみたいな。ということで、二人の要望に応えてもう一戦、エキシビションマッチです。惜しかった。はい、赤い背中の二刀流、背赤二股とは秀吉です。拍手。こいつ強いですね。秀吉言ってください。はい、対しまして、はい、ノコギリクワガタの代表、ユダファノコギリクワガタ、拍手。リーチめっちゃ長いわ。あと待って、大丈夫ですか。さの方、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 どっちが仕掛けるか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 、ただですね、最後にね、この子供たちに私は申し上げるんですよ。昆虫の世界では、強い虫が弱い虫を束になっていじめたりすることは絶対ないんです。はい、なるほど。そんな卑怯な真似はしちゃダメだと、はい、弱いものは助けてあげよう、助ける勇気が大切なんだよというのを、はい、申し上げております。これ最後締めいいですね。しかもこれで叩いてると別に刺激を与えてるだけ、刺激を与えてるだけ。そして次週をビートルワールド、もう一つの世界を遊び尽くします。いやー、ビートルワールドね、子供たちはもちろんですけど、大人もちょっと夢中になってしまいそうな楽しい施設でしたね。曽田さん、そうですね、世界の生きた珍しいクワガタとかカブトムシに直接触れるっていうのがまたワクワクしますよね。
あの我々の娘もこれ大好きなんで、早速連れてきたと。いいですね。どうですか、山内さんもカブトムシクワガタ好きでしたか？大好きでした。もう子供の時だったら喜んで行ってると思うし、今もちょっと前のめりになってね、見てしまいましたよね。でもあの相撲すごかったですね。本当に面白いですよね。日本のクワガタとかよりもやっぱり世界のクワガタすごいね。横綱どうして言われたんだよね。みんな横綱というね、一戦勝ったら優勝とかオリジナルルールもありましたし、ね、本当ですね。私ちょっと三成でちょっとあの歴史を変えたいなと思いますけど優勝して、はい、さてこのビートルワールドですけれども、基本は土日祝日のみの営業なんですけれども、今月10日から20日までは夏休みの特別営業でオープンしているということです。続いては